ペンネームユズさん、20代の男性から届いた相談です。先月、反同性をしていた恋人を自殺で失いました。4月に自殺を止めることができたのですが、5月に言い合いになった際、同性解消をされてしまい、1週間後に自殺によって彼女がこの世を去りました。私と会う予定の日の前の晩から連絡がなく、彼女の家に行った時には亡くなっていました。 私の行動が少しでも違えば、今でも生きていた事実に後悔が止まらず、彼女の母親からも冷たい言葉をぶつけられ、薬がないと仕事も生活もままならない状態です。後悔、悲しみ、寂しさ、怒り、憎しみの気持ちの波が次々と日々やってくるのですが、最近は怒りの気持ちが強くなり始めています。彼女の自殺行為に気づきながら、 電話すらせず私のことをブロックし続けた友人たち。彼女が本心を話せる信頼関係を築けなかった両親。彼女が小中学校の頃に強姦し定職につかない兄。自殺未遂の当日にも罵倒のメッセージを送って定職につかない姉。家族に対しての のみ思いやりを向けて私に対してはわがままを向けて裏で悪口を言っていた彼女自身。性的に彼女を利用して傷つけたパパ活の男性人。彼女を追い詰めた彼女の職場の上司。自分の気持ちやペットを優先して彼女にも仕事にも全力で向き合えなかった自分自身。全てに怒りと憎しみが湧きます。 彼女と彼女の周囲の存在すべてが憎く、自己中心的で気持ちが悪いのに、彼女と過ごす日々は大変でありながら毎日楽しく充実して幸せで、今でも彼女が一番美しくて愛しています。愛してしまったものを失った喪失感で生きる意欲も失いつつあります。強い気持ちの波と矛盾で心労がたまり、身の周りの整理がついたタイミングで、 自分も解放されたいと考えるようになりました。時間がすべてを解決してくれるのでしょうか私の怒りはどうすれば抑えることができるのでしょうか彼女の兄はふさわしい報いを受けるのでしょうかかよくなれば、すなわち心おのずから安らかなりという禅の教えがあります。かという 感じは少ないという意味です。欲が少なくなれば心は自ずから安らかになっていく。仏教では怒りの原因をその根本原因を解明しています。私たちが 怒りを持つというと何か腹が立ったということに思われるかもしれませんが確かにそう何かに対して腹を立てるってこれも怒りですだけど実は悲しみも怒りです 怒りというのは何かしら自分が受け入れられない、それを遠ざけたい、そのような反発。磁石で言うところの S 極と S 極反発しますね。N 極と N 極反発しますね。あのような現象は全部仏教では怒りと言います。でもじゃあ、この怒りというのは反発というのはどこから起きてくるか。 何がこの強い怒りを作っていくのか。この怒りを生み出しているもとが欲である。そう。私たちは何かいろいろなことを思う、願う。ああ、これが欲しい、あれが欲しい、こんな状態が欲しい、こんな風になって欲しい。でその気持ちが強ければ強いほどそれが 思い通りにならなかった時には、それに対しての反発が出てくるわけです。私がこんなに思っているのに、自分の思い通りにならないという反発が出てきます。これが怒りです。私たちの心に怒りが湧くのは、自分が思った通りにならない。その時に怒りが湧いてくる。ゆずさんの問題、そして処方箋をお答えする前に、 今回お亡くなりになられたユズさんの彼女、お悔やみを申し上げます。心よりご冥福を申し上げます。ユズさんの問題は何かというと、ユズさんの怒りがユズさんを蝕み始めているということです。彼女が、 自殺をしなければならなかった。そこまで追い込まれていったという経緯。これは、もうゆずさんに会う前、ずっと前から始まっていたわけですね。そのゆずさんの家庭のことを、家族の関係、両親やお兄さんやお姉さんとの関係、いろいろ彼女が自身が歩んできた自分の人生。そして彼女もまた一人の被害者であった。でも、ゆずさんの彼女は、 今もう死んだんです。終わったんですよ。彼女はもう今はその苦しみもない、怒りもない、恨みもない。もう彼女自身は今は怒ってもないし、欲してもないし、苦しんでもないんです。でも残ったゆずさんの中には 自分が愛した女性が一番美しいと思っていた女性がいなくなってしまったっていうこの喪失感もっと彼女といたかったのにこれまで彼女と過ごしてきたいろいろと喧嘩もあったでしょうしいろいろあったんだけども楽しかった時間というのが一気にこうなくなってしまったそれをもう二度と過ごせないということになってしまった このことへの、この自分が望んでいる状態がもう得られないということに対しての怒りが、ゆずさんを今、病にまた引きずり込もうとしているっていうことです。これを一番私は今心配しています。今、ゆずさんはご自身でもおっしゃっているように、 愛してしまったものを失った喪失感で生きる意味も失いつつあります。強い気持ちの波と矛盾で心労が溜まり、身の回りの整理がついたタイミングで自分も解放されたいと考えるようになりました。もしユズさん自身がこの自分が思い通りにならないという、彼女が今はもういなくなって自分の思い通りにならないという、 ことの怒りを止められないで、そこからずーっとそこに囚われ続けている限り、ゆずさん自身がもう今、薬を飲まなければやっていられないという状態にすでになっているということなんですね。彼女は確実に心を病んでいました。その心を病んだ彼女と、 同棲をしているゆずさんも少しずつ心を病んでいきました。それだけ好きな相手なのに、でも会えばね、お互い喧嘩になってしまう。家族に対して思いやりを向けて、私に対してわがままを向けて、裏で悪口を言っていた彼女。そういう彼女を、 ゆずさんは愛してしまった。だけどもこれを失ってしまった。そして今、ゆずさんは、この自分の失ったものへの喪失感、自分の思い通りにならない、と思うようにならないということに対しての怒りで、今度、ゆずさん自身の心を自分で病に引きずり込んでいってる。さて、ゆずさんがもし自分でね、 自分の命を絶つということを彼女の追って、後を追って自分の命を絶つということをしたならば、さて、この怒りは、イズさんで止まるんでしょうか止まりません。イズさんが今抱えている強烈な苦しみを、怒りを、恨みを、今度、イズさんのご両親が持つことでしょう。 うちの大事な息子を病気にさせて殺したのは誰だっていうことになります。それはユズさんの彼女ということになるんです。ブッダの言葉で恨みを持って恨みが沈まることはないという教えがあります。本当にその通りなんです。愛するものを失うという苦しみは 耐え難いものがあります。だけれども、だからといって、そこに、誰かを悪者にして、ずっと、死んだ本人はもう、その子と離れているのに、残された者たちの中に、怒り、恨みが蓄積していく。そしてそれがまた、受け継がれていく。これは人間の不幸です。 ユズさんは言います。時間がすべてを解決してくれるんでしょうか時間はたくさんのものを解決してくれます。時間の経過には力があります。でも、ただいたずらに時間が過ぎていけば、すべての問題は解決していくのか、苦しみは解決していくのか、そう言われてば、これは必ずしもそうではないというのが答えです。 では何が大事か時間はもう大事です。でも、同時に、何が大事かというと、気づきが大事です。彼女は確かにかわいそうでした。そして彼女は残念な最後を遂げられたかもしれない。だけれども、彼女は確実に心を病んでいたんです。 そして、それはゆずさんをもってしても、救うことはできなかった。じゃあ、ゆずさん以外の人が彼女ともし付き合っていたら、そしたら彼女を救うことができたのか。残念ながら私はそう思わない。パパ活の男性人彼女自身が、自分で過去に受けた心の傷ということをさらにさらに深くしていく。 そういう循環をもう彼女は生きていたんですね。病がさらにまた病を深くしていく。彼女自身がどこかでそのことに気づき、何か自分自身の生き方、それを自分で自分の心の傷を、病を癒していく。 そのことができればよかったと思いますが、残念ながら彼女にはそのような機会がなかった。時間もなかった。環境もなかった。でも今、ユズさんは、こうして私を通して、ブッダの教えに触れるということをしている。だから、ユズさんにぜひ知っておいていただきたいことがあるんです。それは何かというと、ユズさんの病は、 怒りであるということ。そして怒りのもとは欲であるということ。どんな欲か。彼女を自分の思い通りにしたいという欲なんです。彼女が自分の思い通りになってほしいというその欲が、今、ゆずさんを苦しめているんですね。ゆずさんの彼女のお兄さん 自分の性欲の赴くままにゆズさんの彼女を貸したわけです。ゆズさんの彼女と付き合っていたパパカスの男性人は自分の思い通りに自分のゆずさんの彼女をしたいという欲でそれをお金で買っていたわけです。 ゆうさん自身は、ゆうさんの彼女はとっても美しい人で、私にとって一番大事な人だというその愛を持って、ゆうさんの彼女を何とかしたいと今思っているんです。いいとか悪いとかっていう話ではない。何がゆうさんを苦しめているのかっていう話なんです。これが、その、 ゆうさんの怒りの正体が、ゆうさんの愛する人を自分の思い通りになってほしいと、その人がそのようになってほしい、あってほしいというその思いが、今、ゆうさんに怒りとなって、ゆうさんの心身を蝕んでいるという事実に気づいてほしいということです。このことに気がつかない限り、これでゆうさんが、 自分で自ら命を絶って終わりなのかって違うんです。先ほど言ったように今度はゆずさんの家族がまた心に生涯の怒りを抱えて生きていくということになってしまうんです。だから死んで終わらないでしょう。そのことが彼女を亡くして分かったはずなんですよ。ゆずさんに処方箋です。気づいてください。 誰が彼女を殺したんだ俺なのか彼女のお兄さんなのかお父さんなのかお母さんなのかお姉さんなのかパパ活の男性人なのか上司なのかこれをいくら上げつれたところで、全部の関係の中で彼女は心を病み、そして死んでいったんです。そこに、ユウさん自身も関わっていたかもしれない でも、彼女はもう死んで、そこを全部、恨みも、辛みも、怒りも、今はないんです。でその、怒りが残っている。それはどこにゆずさんに残っているんです。このことをちゃんと明らかにしてほしいんです。で、この怒りのもとは何かゆずさんが自分の愛する人を自分の望む通りにしたい、そう思う気持ちが、 今それが叶わないことによって怒りを生んでいるという、このことをちゃんと見てほしいんです。ゆうさんが死んで終わりっていう問題じゃないんです。また、ゆうさん自身が死ぬことによって、彼女への今度は恨みが、ゆうさんのご両親の中に芽生えていくんですね。ゆうさんの友達の中に、ゆうさんのことを大事と思っている人の中に今度はまた芽生えて残っていくんです。これが人間の不幸なんですよ。 改めて、ゆずさん、彼女のご冥福をお祈りします。そして、ゆずさんの処方箋ぜひ、仏の教えに耳を傾けて聞いてください。今、私も全国に大愚道場という形で全国を回って仏法をお伝えするっていう試みをしています。別に私の大愚道場じゃなくてもいい。 ゆうさんの近所のお寺さんでもいい。自分のこの心の中の止まらないいさ、怒り。自分の中の荒れ狂う怒り。これをただ時間の解決を待つだけではなく、正しい知恵に導かれて、そこに気づきを持ってここに向かい合っていかないと、 ただ時間が過ぎたところでゆずさんのこの荒れた心が静まっていくってことはかなり難しいと思います彼女の冥福を願うならば彼女の本当の亡くなってからの心の平安を願うならばぜひゆずさん自身がご自身の中の怒りをそこの元に気づくことです もしゆずさんが彼女のことを愛するように彼女もゆずさんのことを心から愛していたならばおそらく死んでから彼女はゆずさんのことを一番気にかけているはずなんですゆずさんがそうしているようにだとするならばゆずさんが一日も早く自分の心の傷を癒すことです 傷ついた心を自ら癒してていくことによって成長するんですぜひゆずさんが仏の教えに導かれ心を成長させていく自分の欲に怒りに気づいていくそれが彼女にとっても一番の供養になるはずです。 応援しています。